ロナルドス・デブールは、オランダホールン出身のサッカー選手、サッカー指導者。オランダ代表であった。ポジションは主に MF、FW。若い頃は、センターフォワードあるいは右サイドミッドフィールダーとして、プレーすることが多かったが、晩年は再び右サイドハーフとしてプレーすることが多かった。元オランダ代表サッカー選手のフランク・デブールは10分後に、 生まれた双子の兄弟であり、アヤックス・アムステルダム、FC ・バルセロナ、レンジャーズ・ FC、アル・ラーヤン・ SC、アルシャマルではチームメイトであった。兄弟のフランクと共に、アヤックス・アムステルダムの下部組織出身であり、1987年にトップチームに昇格。1991から92シーズンには UEFA カップ優勝。 1994から95シーズンには史上初となる兄弟が同一チーム在籍での UEFA チャンピオンズリーグ優勝アヤックスの黄金時代の中心選手として活躍1994から95年には選手間の投票による年間最優秀選手に選ばれた1998年にはスペインリーガーエスパニョーラの FC バルセロナに移籍したが 2シーズンで33試合出場1得点に終わった。2000年に就任したロレンソ・セラ・フェレール監督は、下部組織出身の若手を徴用したためにロナルドと確執があり、同年夏にスコットランド・スコティッシュ・プレミアリーグのレンジャーズ FC に移籍した。オランダ人のディック・アドフォカート監督が率いるレンジャーズ FC にはアーサー・ニューマン、バート・コンテルマン、 フェルナンドリックセンジョバンニハンブロンクホルストなど多数のオランダ人選手が在籍し、ロナルドは復活を果たした。2002から03シーズンにはチーム得点王となる16ゴールを挙げてリーグ優勝を果たした。2004年、兄と共にカタールスターズリーグへと活躍の場を移し、アルラアエスシーヤン SC とアルシャマルに在籍した後の2008年、怪我の影響もあり選手キャリアに終止符を打った。 1993年3月24日、サンマリノ戦で、オランダ代表デビューし、右サイドハーフ、センターフォワード、攻撃的ミッドフィールダーなど様々なポジションで、起用された。1994FIFA ワールドカップ、1998FIFA ワールドカップの2度の FIFA ワールドカップと、UEFA Euro 96、UEFA Euro 2000の2度の UEFA。 欧州選手権に出場した。フランスで開催された 1998FIFA ワールドカップでは6試合に出場して2得点を挙げたが、準決勝のブラジル戦では PK 戦でペナルティキックを失敗した。クラブ、代表ともに正式なキャプテンに就任したことはなかったが、本来のキャプテンが欠場した際などに代理でアームバンドを巻いたことがある。そのほとんどは、 兄のフランクの代理であった。オランダ代表としては通算67試合に出場して13得点を挙げた。現役最後にプレーしたカタールでテレビ解説者を務めており、ドーハでビジネスを展開している。2009年に AC ミランがカタールで親善試合を企画した際に仲介役を務めた。ありがとうございます。